はい、お疲れ様です。みとり、はい、また俺は悪いこと考えてますよ。視聴者の皆さん、近くで足場組んどるんですけど、はい、今日は堀川翔の、はい、教育ですよ。またですか。あ、またですよ。教育するのが仕事だろう。お前なんだそれ。またですか。ごめんなさい。お前今何つった。いや、ごめんなさい。お前らクズを全員教育しろや。これ、すいません。頑張ります。お前カメラの前だからって、お前素直に言うんじゃねえよ。視聴者の皆さん、今日はね、爆速堀川翔と今龍二が、まあいろいろ龍二とかもあって、周りガチであったんだよ、いろいろで。まあまあ翔って頑張るじゃん、仕事もめちゃめちゃやるじゃん。はい。だけど職人で終わってないかいって、で責任者やりたいって言ったんだ、あいつは。はい。あいつと龍二だけがやりたいと。で龍二は書類とか見積もりとかはすっごい得意なんだよな。うん、そうですね。だけどそういうなんか人を引っ張るっていう意味では、なんか優等生って感じだな、龍二は。で、それはまあその職人なのでバカばっかだよ、不良なやつばっかだけど、その中でも龍二ってなんかそういうのちゃんとやるじゃん。書類とかそういうの遅れたりとか、そういうの絶対まめにやりますね。まめじゃん。はい。で翔っていうのはまあ勢いの人じゃん。そうですね。寺の弟子みたいな感じとかあるよな。ああ、はい。でも俺はまあ2人にもいて、でも2人がなんか仲悪いわけじゃないんだけど、なんか龍二君がやるなら僕はなんかじゃないけど、なんかみんなそうじゃん。だけど俺ってなんかもう社長ってもう定着しとるじゃん、はい、でみんながなんか俺のためにやってくれるっていうかさ、なんか俺も営業のプロフェッショナルも多いし、職人のプロフェッショナルも多いし、で社長ができんだったら俺やらんよって言わんじゃん。はい。できなんか塗れないんだから俺、はい、でしょ。そうです。だけど足場班ってなんかそれを、まあ、あいつらにそれを勘違いしとるよお前らって言って、でそれどっちかが責任者になってもいいんだけど、それを補佐するのが仕事でしょって。うん。例えば翔が責任者がいるんだったら、あいつは勢いとかみんなベトナム人とか引っ張っていくのは力があるから、だったら龍二は書類とかやったりゃいいじゃん、はい、だけど龍二がそういう書類とかあるのが得意だったら、龍二が責任者だったらね、はい、堀川はなんかちょっとそういう何みんなに空気入れたりすることをやりゃいいわけじゃん。うん、そうですね。はい。なのになんかこっちはこれができんとかあれができんとか、まあそういう言い合いしとるわけね。へえ。で今年は保留になっとるの。あ、そうなんですね。今年俺は一回ゆっくり見させてくれって。で堀川へのいつものアドバイスは、爆速へのアドバイスは、まあ、現場が早く終わったりして、はい、まあ、今2時じゃん、はい、だってドバに例えばな、実習生たちが、まあ、じゃあドバの積み込みちゃんとやらんとか、うん、しゃべくっとるとかだったら、じゃあ現場3時4時で終わって無理して手伝いに行かんでも、次の現場に、あ、はい、みんな行ってんだから、はい、次の現場に行かんでも自分はじゃあ3時4時に戻って、で書類とかちょっとやって、5時にみんな帰ってくるのを迎えて、でいろいろ何やりゃいいじゃんって。うん、だから現場行くだけが仕事じゃねえぞって、はい、言って、はい分かりました、やりますってあいつは言ったわけよ。あいつはもうとにかく現場が好きだから現場にばっかり行っちゃうわけよ。あ、はい、で一番最後にドバ帰ってくるわけ、7時とか6時半とか、はい、でそれはそれでいいことなんだよ、職人としては、はい、優秀な職人としてはいいことだよねって。だけどお前は責任者やるんなら、それじゃ良くないんじゃないんですかって。で俺は今日、まあ、今ちょうど現場は2時半ぐらいでしょ。はい。ね、多分映る、ちょっと映しちゃって。で、あいつらがもう今作業しとるけど、はい、まあ、ちょうどね、もう終わりがけなんだよね。そうですね。うん、もうちょうど終わりがけなんで、はい、うん、これ、まあ、面白いなと思って。お前絶対次の現場行くぞ。あ、まあ。多分これちょうど4時ぐらいの偵察ですか。うん、そう。あいつがもう現場行ったらぶっ飛ばしてしまう。そして小林の鉄拳だよな。トラックつけ回してバチバチだよ。まあ今なんだ、千種と緑区と東海市ぐらいがもう物件が動いてるから、はい、確実にどれかはまだ終わってないのに行き出すで、4時ぐらいから出動するで。いつも絶対時間早めに終わったら行くんですか、応援に。他の現場の、そうそう、みんな行く。それで、あの組バラとかもあるじゃん。そうですね。でいいんだよ、はい、毎回一番最後なんドバに来るやつは。あ、そうなんですね。でみんなが先に帰ってきとるのは。あ、だけどそれをお前はドバの積み込みとかそういうこと一緒に積み込んで、おいこれやるぞってやってるわけだろって、ケンちゃんと一緒に、うん、でリージュンたちがタラタラやってるわけだろって。それは言い過ぎだけど、まあ、タラタラはやってないけど、はい、だったらお前は一番に行ける段取り組めいいじゃん。リュウジ君こっち行ってとか、翔君こっち行って、あ、カンタ君こっち行ってとか、トシ君こっち行ってとかでもいいわけじゃん。そうですね。それを、いや俺が行くわって言って多分行っちゃう、言いづらいから、あー、オーラのところにね、はい、それを罰じゃない、でもそれは70点であって100点じゃねえよって。あー、100点は
お前がじゃあそうやって思うんだったら一番最初に戻って、あ、僕が一番最初に戻っていろいろバーってやった方がいいですねって自分で言うのじゃよりはいいよ、じゃあっていう世界観でしょ。はい、うん、それをまあ、うん、お、あいつに拳で教えてるぜ拳で教えてるぜ、これはこれで一本取るで、視聴者の皆さん。ああ。いろいろあったんだけども。これ使わないんだよ、やっぱり。恥ずかしい。間違えびたよ。はい。確かに、結構待ちましたもんね。借金までいっちゃったな。あ、動いた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 。動いたな。あ、動いたな。いいぞ。動きましたね。はい。つけるぞ、はい、つけるぞ。つけるぞ。はい。なあ。みなり、毎日俺こんなことばっかりやって、お前仕事にならんよ、社長は。教育で忙しいよ。バレるかな、絶対バレるんだろう。そうですね。コンビニ寄るか、寄るか、寄るか、うん、左行きます。左行くな。左しか行けないですもんね。左しか行けない。これを左曲がったらもう静岡行けば、ここちなみに視聴者の皆さん15分ぐらいなんですよ。はい。3時40分。ねえ、1時間も待ったから、どう興奮するけど、僕ちゃん。僕ちゃん、本当にこう、やばいから、すぐ後ろは。見えないんじゃないですか、多分。左曲がるか、右曲がるか。右曲がるぞ、あ、まっすぐか。ここから高速の方向かったよ、これ。あ、ほら、右。あ、右です、ね。まっすぐ行けんだろ、これ。はい、右折です。右折だわ。視聴者の皆さん。はい。これが、あいつの本性ですよ。まあいい意味いいけどな、はい、めちゃくちゃいいんだけど、はい、まあじゃあ次のステップ頑張りますと、今年僕もね自分の力を見せて、はい、社長に認められるな、はい、責任者になっていくと。責任者じゃないでな、まあ、うちはもう社長やれよって言ってみんな育てたわけな、はい、で出かけしたいなら試合しもしたくないなら死んでいいよって言ってる。自分たちが楽しめるって思って大きくしんと意味ないじゃん。はい、今なったこいつどうやって怒ったる。もうそれが楽しみでしょうがないけど、俺なんて怒ろうかな。あー、どういくんだこれ。こっちだって。でもでもドバではないことは確かだな。そうですね、逆行ってますね。あれ、別物件あるか。お、あ、外部とかじゃないですか。あ、外部だけど、まあ、ちくさとお前あれ調べたじゃん。あー、ちょっとした材料取りに行ったりするか。そうなんですかね。どこ行くの。ちくさ、まあ、ちくさか緑で、ちくさまで下道か。なかなか遠いですけど。あら、あいつ。うわー、これもう確実にやらかしたぞ、こいつ。ご説教だよ、ご説教。ご説教、ごがつくほどの説教だよ。ご説教の経緯でございます。ご説教、ご説教でございます。視聴者の皆様、また我が切れまする。小林切れまする。お前もう口調もちょっと三国志寄りになってますね。何がこれ喋って、じゃあなんとか、ま、ああそういうのなりまする。めっちゃ言ってるからな。これマジでどこ行くんだ、本当に。普通に、え、現場違うんですかね。本社行くか。ああ、えはい。どういうのこいつ。あ、お、わかります。わかった。本社ですか。本社か、え、まあ、わかった。コンビニ入ったよ。コンビニ入ったよ、コンビニ入ったよ、はい、コンビニ入ったらです。はい、コンビニ入りましたよ。うわぁ、やらかしたなあいつ、死刑執行だなこれ。見てね。はい、ちゃう。そうですね、確実に死刑執行だろう。はい、行くか。はい、うえちょうど降りてきた。そう、なんかでもこっち髪型かっこよくなったな。はい、やっぱ短い方がいいですね。あ、短い方がいいな。じゃあ、なんですか。あーし、何やっとんのお前、またこの辺。時間ないじゃないですか。待ってて。時間ない。何やってんの。いや、本当に時間ないです。何やってんのじゃ。何やってるかだけ言え。そしたら俺そのまま帰ってったるで。それジュース買おうかなと思って。その後どこ行くの。現場。現場？はい。おい、どこ行くんだ。
現場っす。俺お前に何て言った、この間朝。仕事しろって言いました。仕事とは現場っす。お前覚えてねえの全然。いや覚えてます。何て言った。いやもう違う人に行かせろみたいな。そうだろ。それがお前の仕事。何時だ今。4時。もう4時だ。10分前だぞ。ほんでお前何、じゃあドバに戻ってるやつおらんの。いやいます。誰。カンタっす。もうドバ戻っとんだろ。はい。お前は。僕は現場行こうかなって。どこの。ちくさっすね。当たり前だろてめえこの野郎。あ、そうだ。お全然言ってることやってねえじゃん。足場に良くないところはどこって言った。周りを見れてないところですか。で積み込みがなんか悪いって言っとったんじゃないんですか。まあ、積み込みます。積み込みが良くないから、はい、積み込みの精度上げてな、はい、時給とかも全部実習生は発生しとるもんで、はい、たらたらやっとるわけではないけど1時間ぐらい削れるって僕言いましたよね。はい、どうも。僕言いました。あなた言いましたよね。僕、はい、どうも。は言ったよなお前。まあ言いましたね。できるだけ他の人間行ってもらってさ、パンパンの時はしょうがないけどって言ってなかったですか。どうも。恥ずかしいっすね。関係ない。お前が恥ずかしいことやってるわ。そうっすね。現場走ってたら気楽だな。先言ってて、じゃあ他のメンバーは、トシ君とかリュウジは。もう違う現場っすね。なお前がまた最後になるんだろう。今から言って。そうっすね。先生言ったよね。言いましたね。なんて言った。お前は早く帰ってこいって。そうだろ。じゃあ早く帰って楽しろって言ってんじゃないだろ。じゃあお前ら積み込みがいい。もうちょっとレベル上げてきたって言ってお前積み込みところにいないんだよ。誰かに頼んでんの。一応簡単には頼んでます。あ、じゃあ頑張ってた検査代でやってなって。はい。うまくいってんの。最近調子いいっすね。あ、この1週間ぐらい本当に調子いいっす。お、マジで調子いいっす。はいはい、わわはい、最後高森です。はい、どうも。じゃあ一回怒らんだろ。そうですね。あそこはちゃんと指示出して本当にやって、あ、逆にそこを任せるのがお前は得意だから、はい、俺は現場が得意だから、はい、そこはカンタとか力合わせてやってって言ってやってるわけや。やってます。それいいじゃん。はい、積み込み最近早く終わっとんの。そうです。定時を7時にして、うん、定時7時っていうのはまあ視聴者に良くないよ。7時までには終わろうぜっていうことね。で早く終わった日はもうみんなすぐ帰れるんです。ああ、もっと早く帰れるようになってきそうな、はい、この1週間前だろ。でも行ってミーティング2週間か2週間ぐらいですね。俺一回遅刻したで。そうですね。まあ月の日だけどね。はい。いろいろ形はあれど、また今から現場行くらしいで、まあ、邪魔あんまりしとれねえんで、はい、3時56分だね、うちの職人さん。だからちくさ。でも高速使えよじゃん。いや、そんな遠くないちくさです。奥じゃないんで。たげーい。たげーい。え？終わったな。ちょっとまずい。あかんで。え？ちくさん、いらっしゃい。こういう使うとこ使うよ。はい。あ、ずっとつけといたら知ってる。現場にずっと2台ぐらい見とる。それを知らないです。それ知らない。特に本当にね。そんだけですよ。はい。この一瞬のために俺ら1時間半ぐらいずっと言ったな。ありがとう。よし、お疲れ様になりました。よし、またねー。